あさってから始まるゴールデンウィーク、来月1日と2日を休めれば最大で9連休の人も。久しぶりにやってくる脱コロナの大型連休、コロナ禍では比較的スムーズに移動できたという人も多かったのでは。ゴールデンウィークの前半ですとか5月の1日2日の平日が比較的混雑が少ない見込みですので。やってきたのはネクスコ中日本名古屋支社の道路管制センター。高速道路ドライブアドバイザーの林周平さんに渋滞の見通しを聞きました。行動制限もなくて人出が増えそうですけれども、渋滞の予測はどのようにされているんでしょうか。全国的にもお出かけの機運が高まってきていますので、今年は大きな渋滞が発生するんじゃないかなというふうに予測しています。この地方でもゴールデンウィークは各路線で最大20キロ程度の渋滞が予測されています。まずは中央道上り、来月3日と4日のそれぞれ午前8時ごろ、時インター付近で20キロ、下りでは3日から7日の午後4時ごろ、時ジャンクション付近で20キロの渋滞が予測されています。続いて東名阪上り、6日と7日の午後4時ごろ、亀山パーキングエリア付近で20キロ。下りでは3日と4日の午前8時ごろ、亀山パーキングエリア付近で20キロと予測。続いて新名神上り、3日から7日の午後4時ごろ、鈴鹿トンネル付近で20キロ。名神の下りでは3日と4日の午前8時ごろに岐阜羽島インター付近で20キロ。伊勢湾岸道を上りでは3日から5日の午前10時ごろに弥富木曽崎インター付近で20キロの渋滞が予測されています。久々に渋滞にはまるなんていう方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、渋滞を回避するポイントっていうのはどんなものなんでしょうか。一番いいポイントはですね、渋滞を発生する日時を事前に確認いただきまして、お出かけする日時をずらしていただくということが一番いいポイントです。ただ今から日にちを変えられないという方も多いと思いますので、そういった方はですね、渋滞発生する時間帯を少しでも避けていただくだけで、快適にお過ごしいただけるかなというふうに思います。避けられる時間っていうのはどれぐらいの時間帯なんですか。1時間、2時間だけずらしていただくだけでもですね、渋滞を軽減してですね、走っていただくことができるかなというふうに思っています。1時間でもそんなに変わるもんなんですか。ピーク時を外すということが一番重要ですので、もう1時間でも2時間でも30分でもいいかなと思います。ピークの時間帯を避けるために必要なのは道路状況の情報収集。ネクスコ中日本では渋滞を回避できる日時が確認できる渋滞予測お出かけガイドというウェブサイトを開設しています。さらにアプリを使ったリアルタイムの情報収集もおすすめなんだとか。はじめに名神高速名古屋方面の情報です。東京インターまでの間で雨が降っています。スピードを控えめに注意して走行してください。無料でダウンロードできるアプリ、道ラジは、スマホの位置情報をもとに、対象区間の事故や渋滞、所要時間や休憩施設の混雑情報をラジオのように音声で知らせてくれるもの。走行中に直接操作しなくても使うことができるので、ぜひ活用してほしいと林さんは話していました。どうしても渋滞しやすい場所っていうのはあると思うんですけれども、はい、そこで少しでもこう渋滞を緩和させる、運転の仕方とかそういうのっていうのはあるんですか。はい、渋滞の発生はですね、大半が上り坂ですとかサグと呼ばれる場所で発生をしています。サグという場所なんですけども、下り坂から上り坂に差し掛かる、変化する地点のことを指しています。これは渋滞が発生するメカニズムを解説したアニメーションです。緩い上り勾配ではドライバーは上りであることに気づかず無意識に速度が低下。速度が低下した車と後続車との車間距離が急に近くなることで
さらに後続の車が次々とブレーキを踏み渋滞が発生。これが続くとどんどん渋滞が長くなってしまうのです。ただなかなかこう走行していまして、ここが差だなというのを分かる方って、なかなかいらっしゃらないと思いますので、車間距離をですね、十分に確保していただいて、一定の速度で走っていただく、これがですね、渋滞緩和につながっていくかなというふうに考えております。皆さんこう急いでいきたいなというようなところもあるかと思うんですけども、どうしても渋滞の中でも事故が発生しやすくなってきますので、車間距離を空けていただいてですね、心に余裕を持って走行していただきたいなというふうに思っております。